今週の AKB 一時59分は、まだメンバーの顔と名前がいまいちわからないというあなたへ自己アピール、推しメンを探してね。誰だ、北野と小島、はい、その2人がね、今からねルールを説明する。2人1組、台車に乗る人と押す人がペアになって挑戦します。はい、見事天国ゾーンに止まればアタックアピールができる天国アピールタイム獲得です。しかし手前や奥の地獄ゾーンゾーンに止まれば自己アピールをしなければならない。違う、飛ばしたね。1行飛びましたよ。グダグダなので変わって説明しちゃいます。台車が天国ゾーンに止まれば素敵なアピールタイムゲット、地獄ゾーンに止まっちゃうと過酷なアピールタイムが待っています。だからですね、この番組でいろいろやっていただきますけども、この番組で輝けば高田さんからなんとこのピンバッジをいただきます。はい、あ、惜しい、いっぱいあります。惜しい、たくさん持ってます。はい、これは私の好みとか、いろんなことでね、皆さんにこう押すんです。頑張ったメンバーには順次さんから推しピンバッジをプレゼント。これをたくさん集めると素敵なことがあるそうです。このピンをですね10個、みんな集めると何でも夢は叶えてあげるけん、何でも叶えてあげる。3つまでね、1人ね。高田さんは適当に言ってるけど、あの3つ1つしか叶えませんよ。では、皆さんとっととスタンバイしてください。はい、スタンバイ、スタンバイですよ。スタンバイ意味わかりますか？用意をするってことですよ。それは分かってる、分かってる。はい、この番組はドコモとご覧のスポンサーの提供でお送りします。2人1組、はい、なって。まずはドラマ斎藤さんに出演中の高橋みなみとうるうる瞳の大島優子。高橋大島ペア、はい、ね、よろしくお願いします。意気込みは、はい、あの天国に導いてあげたいと思います。おー、よし、絡みにくいじゃん。お願いします。天国に泊まったらこれ自己アピールゲットやけど、タイム、はい、よ、うるせえ。地獄ゾーン行ったらこれどうなるんすか？地獄ゾーンに来たらこちらでございます。何そっちの人には教えませんからね。それでは参りましょう。愛車スタート。力が足りず失速、地獄ゾーンでストップ。はい、次は交代して、はい、さっきちょっと弱すぎたね。弱すぎました。今回は何ですか？地獄は、今回の地獄、今回の地獄はこちらでございます。どれ、悲鳴でしょ、悲鳴。いや、これはね、生きてられるかどうか分かりませんね、高田さん。まあ、それはちょっと生きらんないね。ゆうこ、やばいやばいよ。会社スタート。アピールスタート。はい、 AKB48 チーム K 大島優子19歳です。特技はスノーボード、長距離走、あと変顔です。皆さん応援よろしくお願いします。はい、テレビとしては全然面白くないですね、これ。全然面白くないよ。続いては妹系の14歳小野エレナとブリブリブリっ子笠井智美。今回の地獄は、今回の地獄はこちら。はい、どうぞ。大丈夫、大丈夫、
ちょっときついね。スタート。おー、いた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 。おー、あ、これ強いな、これ強いな。バイバーイ。ようこそ地獄へ。やった、加藤ちゃん地獄。はい、下向いて、はい、髪の毛も上げて、はい、上げて。誓った。学校のまんまアピールしてください。どうぞ。はい、 AKB48FBO こと14歳の小野優奈です。将来の夢は女優になることです。頑張りたいと思います。加藤ちゃんペが欲しかったね。加藤ちゃんペ。今のでファンが50人減りましたね。会いたかった。雰囲気悪いよ。これはちょっと怖いですね。今回の地獄はこちらでございます。これは恥ずかしい映像ですよ。恥ずかしい映像ですよ。今から私もね、ちょっと指の訓練してみます。関節だけどね、肌触れましたんで、君にじゃあこれ一つ。はい、この後初めていただきました。ご神墓地を最初にゲットしたのは笠井智美。あ、バチもらってる。あ、いいな。欲しい人。はい、じゃあ後であげますからね。AKB48 お笑い担当のナチノンこと佐藤夏樹と野呂佳代。今回の授業はこちらでございます。これは辛いよ。ちなみに、どうですか皆さん、これをやられたら。これはもう帰りたい。今回特別にですね、自分の電話番号の090の次4桁を教えてくれた方にはこれです。プライベートなことに使うのやめてもらえますか。ダメです。はい、そうです。はい、スタート。だと美味しいんですけどね。あなたアイドルですからね。さあ、じゃあこれかぶってください。はいはいはい、かぶってください。はい、かぶってね。はい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 、ちょっと顎までグリッと、顎までグリッといかないとダメよ。はい、ほらほら、お父ちゃん、お父ちゃん、ビールどうぞ。はい、佐藤夏樹17歳です。2007年はこの勢いに乗って、2008年はドラマに出たり、バラエティーに出たりしたいと思います。よろしくお願いします。はい、終了。さあ、もう笑いくしかないですね。そんなの。会いたかった。こちらでございます。さあ、こちら、こちらをご覧ください。どうぞ。街歩けないね。もう高橋さん、これはもう無理ですね。吐くよ。もうなんで年も泣いてるの。もう見てるだけで泣けてくる。見てるだけで。早くして。これめっちゃ楽しい。これ今までで一番反応いいよ。いや、もうめっちゃ楽しいよ。行きましょう。頼む。それでは参りましょう。さっきの司会してよ。いやー、いやー、
です。地獄行きです。さようなら。どうもこんばんは。さあ、今から、のろにやっていただくのは、今から、ゲストのイジリーさんに腕枕をしていただいて自己アピールでございます。どうもみんなの深夜のお友達イジリー岡田です。ちなみに、イジリーさんは、このためだけに来てくれました。そうです。ありがとうございます。このためだけに昼一時入り。自分のいいタイミングで行きなさい。腕枕していいですか。腕枕してます今。はい、それではその腕枕の状態でのろ自己アピールどうぞ。AKB48 の最年長。ほらのろちゃん、のろちゃんベロちゃんを見てごらん。十字さんお気に入りと噂の篠田麻里子とマイマイこと大島麻衣。今回の地獄はこちらでございます。この激辛ジュースを飲んでいただいて、アピールをしてください。草野郎よーいスタート。いただきます。うわー結構なんだよ。アピールどうぞ。アピールどうぞ。アピールどうぞ。シロさんアピールしないと終わるよ。15秒もうないよ。シロダマリコです。アウト。じゃあ君かわいいからね。あ、やばい、あんな顔初めて見た。やばいやばい。純次さんのタイプ篠田が推しピンバッジゲット。今回の地獄はこちらでございます。あ、これは痛いよ。死ぬ。行きましょう。はい、スタート。よーいスタート。バカだからってダメだよ。ちょっとやればできる子。前の子大島舞18歳です。こんなにお前ちゃん反撃はルール違反ぞ。お前素晴らしい反撃だった。よかったよね。でも一個もらって反撃が高評価。大島舞もゲット。生意気盛りの15歳峯岸みなみとこう見えて天然小島春菜。ワン、ツー。今回の仕事はこちらでございます。おろおろ何反応して。私しましょう。大変やろこれは。スタート。およーい。さっき見たとか言うなお前は。風船地獄スタート。あー出てきた。はい、宮城みなみ14歳です。これからも大きく活躍したいです。お願いします。あー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 どうぞ。
田昇です。ありがとうございます。頑張って。はい、ありがとうございました。しっかり者の秋元さやかとひたすら元気の宮沢さえ。ワン、ツー、こちらでございます。痛いね。恥ずかしい。痛い、恥ずかしい。スタート。こっち向けて洗濯わさびとりあえずつけるから、はい、え、痛くないと、うん、僕がね、痛っ、僕も、はい、じゃあこれ鼻なんかも、鼻、いくよ、はいはい、じゃあ鼻見やすいですか、これなっち、あーね、大丈夫、これ大丈夫、はい、どうぞ。はい、皆さん、はじめまして、チーム K の19歳、さやかこと秋元さやかです。AKB1 時59分、皆さんと一緒に楽しい番組にしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よく言えました。はい、じゃあ君たちはプロデューサーと同じ名前だから一つあげる。青い垂れ幕がもう青い垂れ幕がやばい。続いての地獄とこちらでございます。よーい、スタート。かわいいとじゃれ合うアピール、用意スタート。江戸さんです。ちゃんと見て、佐藤さんに江戸の絵でさえですけど、あの大物俳優登場で大パニック。ラ行五段活用、いらない、いります、いる、いること、いれば、いる、いらねえ。 AKB48 でロマンスいらねえ。やったらできた、やったらできた、その数だけ街に種をまいています。花咲くプロジェクト、あなたが始めたらあなたの花が咲く。タウンワーク、リクルート。
週の AKB1 時59分